おはようございます。たくまんボーイです。本日は24日目でございます。下地からやっていきます。これどっちに塗るのが正解なんだろうな。人によってはこう塗る人もいるんですけど、こういう人もいますよね。コンシーラー塗っていきます。セザンヌのアイブロウなんですけど、昨日ちょっと先っちょ、この先っちょがまん丸かったんで、これ鉛筆削りで削ろうと思って削ったら、なんか全然芯がもろくて出てこないんですよ。でやってるうちにどんどん小さくなって、こんなんなっちゃいまして、で結局芯がもろくて出てこなかったんで、ハサミでここを整えたんですけど、もうめちゃくちゃ汚いこの鉛筆みたいになっちゃって、でもうあとしかもこれぐらいしかないんですよ。この長さ分かりますか、短さ。なんでまた私も変えに行きます。目と眉毛のね、位置を近づけると、よく見えるということですので、下の方をね描いていくのがベストだそうです。ホイグリップ、そんなにね見えないですからね、マスクしてたら。アイシャドウ描いていきます。こんな感じですね。でノードシャドウがねちょっとね濃いですよーっていうねコメントをいただいてましたので、ちょっとうっすらとね重ねていく感じでやっていきたいと思います。それではこちらのダブルラインスタートで、このね涙袋の下を描いていきます。最後アイライナー描いていきます。はい、それではですね、今回こんな感じでございます。だいぶアイシャドウがね濃すぎたっていう問題もナチュラルな感じになってきたと思います。うん、また何かアドバイスありましたらぜひ皆さんよろしくお願いします。それでは本日もいつもご視聴ありがとうございます。シェイシェイついてこいたんす。あ、ずれた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 、うん、いい、バイバイ、反対はいい、バイバーイ。